こういう山。ナイス。はい、ということで、その4月から放送予定の幼馴染が絶対ラブコメ、絶対に負けないラブコメなんでございますけども、まあこのご時世でなかなか一緒にやるというのも難しいと思うんですが、現場はどんな感じ？結構一緒にやってるよね。基本4人でね。こう分けてやったりも、A パートは例えば、はい、俺と由嗣と皆さんと佐賀さんいっぱい喋ってるから A パート取って、はいはい、で B パートで例えば佐賀さんが出てこないから、はい、そこに大西さんが入ってもらって、はい、4人でとかそういう感じの取り方してるよね、うん、今ね、うん、合間にもちゃんと消毒換気して、はい、そうそうそう、本当、まあ今回ってメインどころがやっぱり掛け合いがすごく多くて、うんうん、話を作っていく上でも結構そのコメディ寄りになりがちっていうのもあって、うんうん、まあそのシリアスなところはシリアスでちゃんとしてるし、はい、コメディところとか振り切ってっていうところでいくと、うん、やっぱね、まあ、信長もそうだけど、うん、みんなと掛け合ってるっていうのがやっぱ楽しくて、うんうん、そうですよね、やっぱこういう作品こそ掛け合わないとダメだなって、うん、もう、もう、うん、結構しかもこのラブコメなんですけど、はいはい、意外と話がすごいしっかりしてて、みんな裏で結構いろいろ企んでたり考えてたり、ちょっと知略戦みたいな部分もある作品だから、なんだろう、掛け合いがより生きるというか、水面下でね、実はこう思ってるよとか、なんかこう牽制し合ってるよとか、そういうのも結構あって、だいたい義継は手のひらの上で転がされてるからね。そう、ずっと左から右に、右から左みたいな。義継の主人公の丸末治君は、もちろんいろいろ事情とか抱えてるものあるけど、基本ね、裏ない、ピュア。ああ、もう。ド直球。あと、まあ、ちょっとじゃなく、相当、ちょっとおバカな。はい。で、周りがみんなね、ちょっと頭良すぎたり、学生年齢すぎて、だいたいコントロールされてるの、実は。そうそうそう。実は操られてるね。実は。あっちの方に行きなさいって言って、そのまま行ってるから。うん。言われるがまま。ああ。で、いや、違う。丸くんこっちよってなるとこっちにも行くし、はいはい、ね、振り回せてるよ、まさにこの祈り寝る大西沙織に行く最強の夫人、最強の夫人で、しかも結構いろんなキャストさんもいらっしゃるの発表されてないけど、なかなか素敵なね、素晴らしいキャストさんだったり、あとこの祈り寝る大西沙織にこうそのまま追加されそうな人とかもいるもんね。あとさらにその後に追加ですね、そこに入りそうなメンバーも、はい、キャストにいらっしゃるし、もちろんすごい素敵なね、大先輩もいらっしゃるし、はいはい、いい現場よね。そう、うん、楽しいよ。幼馴染か初恋か、あなたはどっちを選ぶ？信長。あ、信長。信長。私が神です。4月の鼓動に分かれつぎ、いつしか時はまたそっと動き出した。